はい、はい、ポテトメガネです。ポテトメガネです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ポテト TV です。ポテト TV、はい、結構連載これ長くなってくるんですね。そうですそうです、ね、ポテト TV もだいぶ、ね、今何回目ですかね。だから1回につき 4,5 個撮ってますからね。そうでしょ、うん、結構なりますよね。20超えてきたでしょ。はい、なりますなります。でもやっぱ増えると見てる人も増えてきてて、そうですね、こっちのモチベーションもちょっと上がってきて、めちゃくちゃ上がってます ね、はい、でただ、うん、ポテト TV というこの名前、はい、検索すると、はい、カップルの動画が出てきます。ですよね、はい、いやなんと、うん、で僕最初立ち上げるときに気づいてました、はい、気づいたですか、はい、ただ、はい、どうにかなるだろうと思ってました。どう超えれなかったってことでしょ、そのカップル。今のところ超えれてないので、はい、やっぱでその方たちの方が長いんでキャリアが、あやっぱコンテンツの量が多いんで。そうでしょ、アーカイブが。だからやっぱ必然的にそっちが優先されちゃうんでしょうけど。なりますよね。だからいつかね、あのポテト TV で検索した時に出たいんですけど、はいろいろあったんですよ。だからポテトメガネ TV にした方が間違いないかなと思ったんですけど、ただそれはそれで長いし、うん、そうね、だからまあ皆さんポテトメガネで検索してくださいということで、はい、お願いします。お願いします。でなんかあの、はい、まあ、そのカップルがどうこうじゃないんですけど、あのちょっとね小難しい系、これスラングなんですけど、はい、ちょっと小難しい系 の、はい、あのカップル、うん、バカップルというか、はいはい、をアメリカでなんていうか知ってます。いやいや知らないですよ。検索したことない。小難しい系のとか生活してないですから、ね、してないか。僕もなんかたまたまなんかのブログでこれ見たよ、はい、あ面白いなと思ったのが、そういう小難しい系カップルのことをアメリカのスラングではジョン&ヨーコっていうらしいんですよ。おいやこれファンには絶対怒られないです。でもまあ確かになんかセンスいいなと思いますね。そのいじり方というか、ね、あれもじゃあ小難しいと捉えてらっしゃるわけですよね。そうですね、だからなんか2人の世界に入り込んでって、はあ、なんかまあうちでいうとお客さんこう来て、はいはい、なんか話して、はい、ちょっとこうコンタクト取ろうとしても、はい、なかなかちょっと距離が取るのが難しいみたいなカップルというかのことを言うらしくて、そうなんですか、面白いなと思って、はいはいうんうん、でプラス、はい、最近なんか日本でサークルクラッシャーとか聞いたことあります、うん、何ですかそれ。だからなんか何を見たらそんなの出てくるの、わかんないです。なんかで調べたら、はいはい、なんかブログの最後とかに、誰かのブログとかの最後になんか関連かわかんないですけど、うんうんうん、出てきて、多分僕はそれを見てると思うんですよ、はいはい、僕もなんで見たか覚えてないですけど、はいはい、でそれにサークルクラッシャーっていうらしいんですけど、うんうんうん、あの和を乱す人、はいはい、のことを、まあ、その人がアメリカの友人に、うん、サークルクラッシャーって英語でなんて言うのって聞いたら、はいはい、ヨーコって答えたらしいんですよ。小野ヨーコ。いやそれもセンスいいなと思って。確かにビートルズって諸説ありますけど、一説によると、まあ、あの人とジョンが出会ったせいでこうなったとかっていう人もいますから、はいはいはい、あなるほどなっていう。でしかも世界中誰もが知ってるし、やっぱセンスいいですよね、そういうの考えて。すごいすごい面白いですね、はあ、まあだからそれを見て僕はこれ YouTube で話そうと思ってもうメモっときました。本当にもう自己満ですから ね、はい、というわけで、はい、急に話が始まる、はい、では、ちょっと本題の方行きましょうかね、はいはい、でまあ違う動画でもさっき話しましたけど取りなめてるので、うんうん、今回はメガネを買う前に知っておこうシリーズということで、これね、うちで買わなくても、うん、他で買うときにメガネを知っておいた方が絶対いいですよっていう情報。なるほど。まあ、知ってて損はないですよっていう情報なんですけど、うんうんうん、それをまとめていこうと思って、はい、いろいろまとめてます。うん、でまず一つ目が、はい、これね、フィッティングとかにも重要になってくるんで、とりあえず言っとかないとっていうのが、はい、ノーズパッド。ノーズパッド。はい。鼻当てですね、うんうん、についてが、まず1回目なんですけど、はい、これですね、プラスチックとメタルに分けて、うんうんうん、まあ、2パターンあるというか、大きく分けて。はい、でなんだろうな、プラだと、うん、ハリチョウ、まあ、ハリチョウとクリングスってあって、はい、ハリチョウはこういう、わかるかな、うん、こういうタイプの、ここですね、言ったらプラスチックのフレームにプラスチックのパッドを貼ってるもの、うん、でクリングスっていうのが、うん、いわゆるこういうこういうタイプですね、うんうん、でこういうコンビネーションのフレームにもついてるし、うん、メタルだけのフレームにもついてますという、うん、こういうやつですね。でこれ結構重要で、うん、このクリングス、まあ、ハリチョウも高さによってやっぱかかるかからないあるんですけど、はい、このクリングスのこの感じ、これ分かりますかね、これスネークっていうんですよ、このクニュってなってよく見るやつ、うんうんうん、これは調整の
可動域がかなり広い、はい、可能性は広い調整の、うん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 、ただストレートとか、うん、まあこういう一回こうバンクしてるような感じの、うん、バンクっていうのかな、なんかこう一回曲がってるぐらいのやつって、うんうん、ちょっと調整の幅が狭いんですよね、はいうんうん、だからそこをまず、見られた方がいいと思います、はい、で分かんないと思うんで今の感じだと、うんうん、まあ店員さんに聞くのが一番いいからね、そうですね、うんうん、やっぱ鼻手を見て、うん、うわ分かんないなと思ったら、うん、店員さんにこれって調整って後からできますかねって聞いた方がいい、ね、一番いいですよね、うん、結構皆さんなんかこう鼻当てのところとか気にしたことなかったんですよっていう方も中にはいらっしゃるんですよ、ね、いますからね、だからその、うん、割とね僕たちも気はつけてはいるんですけど、で僕も最初の頃って結構、はい、いやこれいけんじゃねえかなぐらいでかけてたんで、でも結局やっぱ下がってくる、そうでしょ、でこう松田さんみたいに鼻の始まりが早くて、はい、鼻筋がしっかりしてる人は、うん、今かけてるダルマみたいなやつもこれ乗るんですよね、はいはい、鼻当て僕確かにこう低い方がかけやすいんですよ、はい、収まりがいいでしょ、そうむしろ眉毛乗りますかね、ここ、ここ、ここに乗るぐらい眉毛あったんすね眉毛ない説そうそう、僕はねそういうタイプなんですけど、逆に言うと結構鼻筋細いからかからないでしょうから、ね、そうなんですよ、だから、うん、でどっちかというとアジア人僕系の顔の方が多いんですよ、うんうん、鼻の始まりが細い人、うん、低い人で、はいはい、鼻筋細い人はいくら鼻が高い人でも鼻筋細いと、うん、やっぱ当たる鼻が広がって、うん、鼻手が当たるところまで下がっちゃうので、なので松田さんみたいに鼻が高い人、逆に言うとクリングスがあると浮いて見えちゃうんですよ、ね、そうですね、前も出てこう見えたりとか、そう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 、なんかねバランスがちょっとこう整わないんですよね、うん、あんまり、だからそれがやっぱ問題結構あって、うんうんうん、やっぱかけたいけどかけれないっていうところになっちゃうんですよ、うんうんうん、ただそういうクリングスがついてないものでも、はい、一応ねあの埋め込みでつけれるんですよ、ちょっとこの辺ないか、まあとにかくさっきの 鼻パッドを、うん、一回取って、はい、でそれにクリングスを埋め込むっていう作業もできるので、うんまあ、プラス料金かかりますけど、そうそう、ただそういう加工もできるので、うん、その辺は一回確認した方がいいです、買われる前に、はい、でそれできないって言われたらもう論外なんであとまあ素材的にできないっていうのもあります、はい、技術的にできても、うん、素材的にできないものもあるの で、 そうです、ね、まずやっぱプラスチックだとアセテートセルロイドだったら間違いなくできますけど、うん、それ以外はちょっと避けた方がいいかなという、うん、ところですね、はい、まあ、なのでそれがあるのと、はい、あと最近ですね針調のトモ生地が出てるんですよ、うんうん、はい、はい、これ賛否両論あって、はい、まあ正直長年この業界にいる人は結構否定的な人が多いと思います、はい、で僕らからするとどっちでもないというか、はい、そうですね、で知らない人が見たら、うん、いや同じ生地の方が絶対良くないって、はいはい、でそれなんでかっていうと、うんうん、まあ、従来のものはやっぱそれこそさっきのじゃないですけど、うんうん、はい、こういう透明のものになってるんですね、これ分かりにくいかな、鼻当てだけ透明の生地になっちゃってるんですね、うん、で、なんだろうな、それを同じ生地で今作ってるんですよね、はい、ネイティブサンズとかジュリアスタートとか、うんうんうん、でそれちょっと後で動画あ画像載せときますけど、うんうん、あのトモ生地って、なんだろうな、インジェクション系というか、はい、型を流して作る系のいわゆる安価素材のプラスチックによく使われているというか、トモ生地というよりもなんかもうその型自体に鼻当ても入ってるんで、全部それの型に流し込んだら鼻当てまでできて、それにあとレンズはめ込むだけでいけますっていうものになるので、そのイメージが業界長い人は強いんですよ、はい、だからネイティブサンズとか今してる、言ったらプラスチックにトモ生地で鼻当て、うん、同じ黒だったら黒で、うん、同じ素材でつけるっていうのは、うん、あれ削り出して作ってるんで、はい、めちゃくちゃ手間がかかってるんですよね、そうでしょ、で普通の透明の鼻パッドってそれだけ作るメーカーがあるんで、うん、その鼻パッドを、いっぱい仕入れて貼り合わせるだけなんで、うん、あんまり手間で言うとそこまでかかってないんですよ、もちろん形を合わせて削ってるところは手間かかってますけど、大体、うん、パッドつけてるぐらいなんですけど、うん、ネイティブサンズの場合オリジナルで生地作ってるんで、はい、黒とかわかんないですけど、あのインディゴとか ああいう系の色は他のメーカーは持ってないんで、はい、自分たちでカットして作らないといけないですよね、鼻当てを、うん、その手間を考えると、いや結構頑張ってんなっていうだから僕ら製造を分かる人間からするとやっぱあれはすごいんですけど、うんすね、やっぱパッと見の、うん、メガネ屋さんでも製造のことを知らない人ってめちゃくちゃ、むしろその方が多いんで、うん、日本のメガネ屋さんって、うん、
まあ、その方が当たり前なんで、僕らみたいに製造まで入り込んでるメガネ屋っていうのは、まあ本当に数えるぐらいしかいないので、はい、だからそれで僕らみたいにそういう目線で見れる人も少ないのかもしれないですけど、ただやっぱ、なんだろうな、否定的な目で見てる人が多いのは事実ですね。はいはい。で最近業界に入ったばっかりの人とかは全然もうピュアな目で見れますから、うん、はいはい、先入観がないですよね、うん、あれは同じ記事の方がなんか全然いいですよねってなるんで、うんうん、まあその辺もちょっとあるんで、うん、あの素材をまあ買われるときに素材を聞くっていうのが一番早いかもですね、うん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 、これセルロイドですかアセテートですかって聞くのが早いと思います、はい、でそうじゃないって言われて、うん、同じ色の鼻パッドついてたら、うん、怪しいと思った方がいいと思うんで、はい、あのなんでかっていうと調整できなかったりするので、うんうん、そういう素材ってだから調整が細かくできなかったりするので、はいはい、だから買った後後悔しちゃう系のメガネになっちゃうといけないので、うん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 、ということで、まあ、そこを気をつけてもらえたらなという感じですね、はいはい、はい、まあそんな感じですかね。とりあえず言うことは、そうですね、言えました、うんうん、まあそこをちょっと注意深く見て買い物していただけると間違いないかなとは思います、はい、いい情報ですね、はい、うん、こういうのを、はい、シリーズ化していきますんで、はいはいはい、他の動画もぜひご覧ください。します。ではまた、また。